1>, 1月29日夜、ナンバーアンダーライン愛の平野翔27がインスタグラムのストーリー機能を更新。一見するとファンへの感謝の言葉だが、キングプリンス時代の戦友である長瀬連25に対するお礼とも受け取れる内容が、大注目を集めている。29日は平野の誕生日で、大勢のファンや、ナンバーアンダーライン愛のメンバーである神宮寺雄太26、岸雄太28が SNS で祝福していた。 それを受けて平野は同日夜に。みんなお祝いありがとう、黒ハートみんながアイデアを出し合って祝ってくれたこと全部チェックしてるよ。日本も海外も。と、ストーリーに綴ったのだが、注目すべきは、文中に出てきたハートマークの色です。平野さんはハートの絵文字を使う際は、基本的に赤色を使っています。これは平野さんのキンプリ時代のメンバーカラーがシンクシンクだったからですよね。しかし、 今回に限っては黒いハートマークを使った。その理由は、長瀬さんへ向けたお返しではないか、と話題になっているんです、女性誌編集者。メンバーカラーが漆黒の長瀬は、1月29日にインスタのストーリーズを更新。みんなをはゆとつづり、歯ブラシとともに真っ赤な三角コーンの画像をアップ。さらに、黒字の背景に白文字で、よっと投稿していた。真っ赤な三角コーンは、 平野のメンバーカラーを示唆しているのかもと注目を集めていたのだ。永瀬の赤い投稿に平野がお返し黒ハートで感謝を伝えた、インスタで見せた、少年のリレーのような出来事にファンからは、この黒のハートって彼へのお礼だったりする。翔くんからのお返事だったりとかする。いつもは赤ハートなのに今日は黒ハートだなって思ったよね。安くんのストーリー赤から黒とか特大少年案件でなく。 黒ハート左絶対角ありがとうで書商連フォーエバー。といった感動、感類の声が SN、SNS に続々と寄せられている。かつては、プレゼントかぶりしたことも。永瀬さんは、2歳以上の平野さんをジュニア旧ジャニーズ JR 時代に兄貴分として慕っていたといいます。一時期は永瀬さんが歌もダンスも完璧な平野さんに一方的に嫉妬して不仲な、氷河期もありましたが、キンプリデビューの2018年頃に行きどけ。 二人のロケが楽しかったと雑誌の対談インタビューで話したり、用意した誕生日プレゼントが丸かぶりしてしまったり、兄弟のような仲良しコンビ、少年としてファンからも愛されていました。前室の女性誌編集者。平野と長瀬は、脱退後にいざこざが報じられたこともあった。平野は旧ジャニーズ退所後に滝沢秀明氏41いる戸部に神宮寺と共に移ったが、長瀬は平野の戸部行きも、神宮寺との合流も知らされていなかった。 そのため永瀬は、何なんだよ、あいつら、てん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 と落胆したものの、直接、平野に連絡して話し合ったことで、お互いに納得した2023年7月の、女性自身公文書にそう報じられていた。脱退後の衝突報道には、ファンからの怒りの声がかなり上がっていましたね、てん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 。ただ、最終的に2人は、つの道を歩むことになりましたが。 金プリは5人時代のグループラインもまだ残っていると言います。基本的に金プリの5人は仲が良く、そしてお互いが苦楽を共にした戦友だったことは間違いない。報道通り、わだかまりが生じたとしても、最終的に長瀬さんは、平野さんの進路に納得したのではないでしょうか。今は事務所が違うし、分裂したことで複雑な感情を抱き続けているファンも一定数いる。だから、長瀬さんは公には、 平野さんの誕生日を堂々と祝福はせず、本人や近い周囲がわかるようにさりげなくおめでとうのメッセージを送り、それを受けて、平野さんも感謝の気持ちを返した、ということなのではないでしょうか、全道目指す先、歩む道は違っても、少年は永遠に少年なのだろう。画像、平野翔生誕を真顔をくれで、方にトカゲ、ハワイ満喫をオフショットで祝福。 平野は飛べタレントソーデで訪れたハワイ旅行で撮っていたオフショットの数々をファンへのお礼として投稿している。